橋本翔太郎橋本翔太郎から1946年5月24日は日本の陸軍軍人社会事業家。最終階級は陸軍中将。岐阜県出身。橋本与左衛門の長男として生まれる。1878年4月陸軍共同団に入団し、1879年7月不評五条に任官し、東京賃大付となる。 1886年6月25日、不評少尉に任官し、同月28日、陸軍士官学校を卒業し、不評第9、連隊小隊長に就任。1892年12月、陸軍大学校を優等で卒業した。1894年11月、不評隊員に進み陸士教官に就任。大本営付、台湾総督府副官。 同参謀、この絵師団参謀、陸士教官、陸大教官、留守コの絵師団参謀長を務め、1904年3月、不評中佐に進級。同年4月、陳南浦邸白状司令官に就任し、同年10月から1906年1月まで、日露戦争に出征。1904年11月、神戸第一師団参謀長に発令され、 王天海戦などに参戦した。1906年2月、この F 票第3連隊長に就任し、同年12月、不評大佐に昇進。1907年11月、第1師団参謀長に就任。同師団司令部付を経て、1910年11月、陸軍少将に進級し不評、第24旅団長に就任。独立守備隊司令官、 陸士校長を歴任。1915年2月、陸軍中将に進み憲兵司令官に就任。1916年3月、第9師団長に親保された。1919年7月、大名となり、1920年2月、予備役に編入された。1924年12月、不良少年保護のため日本少年指導会を設立し、会長となった。 ありがとうございます。